日本ハム2、ワンロッテ、19日、ゾゾマリンスタジアム。元 e ーガルズのメンバーで、現在はモデルや女優として活躍する佐藤晴美さんが19日、ゾゾマリンスタジアムで行われたロッテ日本ハム戦でセレモニアルピッチを行った。身長173センチで抜群のスタイルを誇るだけに、顔ちっさなん心といったコメントが相次いでいる。実際の映像。 173cm モデルの顔ちっさ南東進、抜群スタイルの佐藤晴美さんの投球。ダンスで鍛えた抜群のスタイルを誇る佐藤さんは、ユニフォームへそ出し、すらりと伸びた長い足が目立つジーンズ姿で登場。心身と頭を下げてから投じた山なりの一投は、ワンバウンドでキャッチャーミットに収まった。バッターは同じくモデルのモーガン・マーラさんが務め、 うちに行ったが当たらずに空振り。二人の美女がスタジアムを沸かせた。佐藤さんは球団を通じて、父と兄が野球をやっていたので、昔からよく野球は見ていたんですけど、実際に自分がマウンドに立つとすごく緊張してしまいました。でも、選手の皆さんやファンの皆さんがとても温かくて、すごく素敵だなと思いました。始球式は人生初でしたが、 この舞台に立てたことはとても光栄です、などとコメントした。パ・リーグ・パーソルテレビが公式 X、旧ツイッターにセレモニアルピッチの動画を投稿。SNS 上には、かわいいかわいい、何頭身よこれ、20くらい。バリかわいい、頭身がバグってる、といったコメントが寄せられていた。